ケイコちゃん、いよいよレースの話だよね。オーベルオーベル。まあまあそんなに焦らないで。オートレースは1周500メートルのコースを8台のバイクが最高速度150キロで6周回って順位を競うっていうのは前にお話ししたよね。うんうん。通常は1日に12レース行われるよ。わお、1日12回も。さあここからはレースがどのように進められていくかをお話しするよ。オートレースならではの特徴、試走。そうそう、試走が車検を買うためには重要なんだよね。わかってるじゃない。選手紹介が終わると当日の選手と競争者、バイクのことね、その調子をお客さんに見せるために1周500メートルを全力で走るよ。その全力というのが特に必要なんだ。そのわけはこの後のコーナーで詳しくお話しするよ。気になるな。さあそして車検の購入。試走が終わって最終検査を受けて異常がなければ出走が確定するよ。同時に車検の発売も開始。オーベルオーベル。車検ってどうやって買うの？それはね、1着の選手を予想したり3着までを予想したり、初心者でも勝てる楽しい買い方がたくさんあるんだ。それは次のコーナーで解説していくよ。さあレースの流れの続きね。それではいよいよスタート。選手がスタート位置について大きな時計の針が12時を指したら一斉にスタート。4番森が好スタートを切りました。おお、中野もいいスタートを切っている。内側から中野が行くのか。中野が行った。30セ。3番の佐藤馬や、佐藤が先頭だった。残りは3周回外にある。やーん、オーバルオーバル。通常は6周、大きなレースでは8周、10周する時もあるよ。最終周回の4コーナーを過ぎたらゴールイン。赤と白のチェッカーフラッグが振られるよ。ゴール。それでね、レースが終わったら着順が確定して払い戻し金額が決定するよ。オーバルオーバル、わかりやすい。オーバルにもできそう。もう次のレースが始まる。